こんにちは、トライトです。こんにちは。今日はトライキャストで、まあ、前回とか結構ね話題があったんですが、1000円あったらとかね、あれは人気あったね。意外にね反応が良かったかなと思いますので、ね、まあそういう系のシリーズで今〇〇したいこととかね、〇〇なこと、今一番なんとかっていうね、そうところをちょっと私たちなりに考えて、まあ面接官だったらね、こういう質問したいなとか、特許しもないようなね、あの質問とか、あとまあよく聞かれがちなこととかを、まあこのね10分シリーズの中で、あのできる限り回答とかしていきたいなと思います。ちょっと面白いからね。まあお互いにね、あの質問し合ってってというところで、じゃあ私からまずね、一つ目挙げるとすれば、今一番捨てたいもの、捨てたいものなんですか。考えちゃいけないからね。今一番捨てたいものか、そうね、だからもう行き過ぎた煩悩かな。あ、難しいけど、煩悩ね、いや年を取るとやっぱり分かってくるんだな、雑念っていうのがいかに邪魔かって、で雑念とは違う自分がいるんだよ。でその雑念がやっぱりまた理論立てて自分を責めてくるんだけどね、それは発せられないし、ね、世の中に発せられないし、自分の中で書き消すしかないっていうね、雑念がやっぱある。なるほどね。若い時は気がつかないけど、そういうなんか邪魔なこう煩悩的な要素はね、やっぱ一番捨てたいよ今ね。なるほどね。心穏やか、鏡面のように、いつか時の話をしたじゃん。あ、したね。あれが達人の領域かな。なるほどね。透き通る世界ね。そう。だから物とかさ、結構捨ててるからさ、俺の場合はさ、まあね、物、断捨系はもうすぐさ、そういうのは結構ね、そうです、あの気が向いた時にポンってやるから、そう、あんまりこうないよね。物として捨てたいとかさ、ね、そんなに多くはないと思うけど。だから人を捨てるとかね、物議を醸すような話してもいいけどさ。でもね、じゃあ逆にあの捨てたいものは、捨てたいもの、まあ私自身もそんなにこう捨てたいものとかってないけど、まああえてなんていうんだろう、こうカッコつけて言うんだったら、自分の過去だよね。ああ、なるほど。過去を捨てる。だからもうある意味それを深く掘り下げていくと、いやもう前向きに全ての物事を捉えたいから、過去のこととかはあんまり、自分の中ではもう過ぎたことだから、見る必要ないんじゃないですかっていう。なるほどね。過去にこだわりたくないよね。だから自分が何だったとかさ、でこうだったとかさ、もう今だってね、そういうね過去にいたといろんな経歴があったとしたって、もう今の自分だとそれを表現できないから、それはそう、いらないのよ。まあそれは素晴らしいよね。そう、聞かれれば答えるけど、言う必要ないでしょと思うんだよね。大体だってさ、武器として使えるじゃない、あのよほどの過去じゃないかりは。でも俺、そうだな、だ面接官だったら過去の話どうでもいいもんね。あそうだね、今でもまだそうは言ってもさ、やっぱり過去の話で、へえすごいですねっていうのは多いよね。多いね。いや過去ね、それあくまで過去だから、そう今じゃないからさ。で俺はいつも思う、だから、ね、そこから入っちゃうと、その過去のねすごいですねなんて言われちゃうとさ、そこからが土台になってくるからさ、なんか話がもう前提がおかしくなってくるね。そうね、まあそういうのはどうでもね、いいかな。だから捨てるとしたら過去を捨てて、もうその先だけで話をしてください。だからクリエイティブな話をしたいですっていうさ。何年分ぐらいの過去は残しておきたい？いやーないね。昨日ぐらい。昨日ぐらいだね。イエスタデーぐらい。もうターミネーターみたいな世界になっちゃってんじゃん。全部データ消去みたいなさ。お前何者だみたいな。そうだから、まあ、あの一つのその事業に対して関わりのあるところぐらいからの記録かな。まあ言ってしまえばさ、そうだ、思い出すことはやっぱり自分でも思い出すんだよ、過去はね。だけどそれで失敗とかしてきたのはいろいろ猛省してさ、そうだって結局やるのはさ、そう先だからさ。ただそれを人に言うことはないよね。ないね。何捨てたいですかとかって言ってね、自分でこんなことをしてきましたとかっていうのもないよね、もうね。ないね。大体もう何か何をやってきてもこうもうめんどくさいよね、こう自分の過去をつらつらと話すことってね。そうそうそう。なるほどね。それはいい視点だわ。っていう感じかな。
捨てたいものに関してじゃあ煩悩と過去と煩悩と過去とね、達人の領域を目指しますかまあ今ちょうど半分だから、はい、あともう 1,2 個ぐらいいければな。そしたらじゃあこっちから逆にいこう、うん、じゃあまあシンプルに今一番欲しいものにしようか。なるほどね、うん、もう一番ね、私昨日ねワンクリックで買いましたけど、うん、蓄電池全部グレード落としてきたね。そう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 。蓄電池。概念から物になってきちゃった。そうそうそう。物でね。もう蓄電池欲しいね。はいはいはい。まあ前々から欲しかったのよ。ね。前々から欲しかったんだけど、うんうん、やっぱここに来て、ね、やっぱこうね、戦争とかさ、そういっての話もあるし、ね、いつ ね、電力とかそういうのなくなるとか、うん、災害とかも起こるかわかんないし。うん、で結構あれ1個あれば、うん、ね、2日間とか3日間ぐらいはしのげちゃうから、うん、まあ、そういった意味ではか、でまあちょっと頭を使えばさ、うん、すごい頭を使えばあんまり良くないけどね、どっかで電気泥棒をさしてさそういうことね、でそれをね、家とかでさ使っちゃえばさ浮くよ ね、 確かにね、電気代ね、うん、高いわけだし今。まあ電気だからね、そうそうそう、今ね、だから職場とかさ、そういったところでさ他のものを充電しながらさ、うん、ね、あと車とかでも充電できちゃうから、すごいね。そうだからそういったところで電気を貯めて、うんうん、家で出力できるようなものを全部さつなげてさ電気で浮かせればさ、あれさっき見たやつってちなみにあれキャンプ用、あれは防災用ぐらい、うん、本当はもう1ランク上ぐらいの、うん、容量のやつ欲しかったんだけど、うんうん、いやまだそこまで使うあれがないから、とりあえず何車中泊でも2日間ぐらい泊まれるぐらいの容量にしたわけよ、ね、ライトもあそうついてるし、ね、そうあれすごいのは高出力だから電子レンジも使えるし湯沸かし器も使えるっていうさ最強なのよある意味すごいでしょ、うん、だからそういうこと考えるとまあありだなってさ。いや、ありだよ。いや、だって車1台あればさ、うん、もうそれだけで家だもん。そうだよね。うん、そこで住めるんだからさ。そう、住めるからね。電気があればね。そうそうそう、電気があれば何でもできちゃうから。うん、まあ、それでもう十分かなっていう。熱湯にも変わるしね。そう。うん、だからもう全然あり。いいね。そうそうそう。とりあえずそれをうまくこう活用したいっていう思いでね。活用したいわけよ。それはどこまで活用できるかっていうさ、ワクワク感とさ。大きな、あれになるよ。うん、やっぱ物できたね、うん、いいね。じゃあいいよ、 CEO。 あ、もう時間、あ、大丈夫か。じゃあ先ほど話した自分の場合はロバタ焼き器よね。物ね。だいぶグレード落としてきたでしょ。ロバタ焼き器欲しいね、うん、やっぱほら肉をさ網焼きにするよりはさ、うん、今魚介が網焼きで食べたい、うん、あ、なるほどね、うん、でロバタ焼き器ってやっぱり便利じゃん、あれ、うん、まあ、次週ね、そう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 、お届けしようかなっていうね、そう、その模様はね、でもやっぱりそれが欲しいね、うん、場所問わずさ、ね、そうね、サザエを乗っけたりさ、うん、アワビを乗っけたりできるからさ、やっぱり食べたい。なるほどね、縄文時代のね、あれと同じだよね、うん、うん、そのうちうちに近くにも貝塚を作ろうかなと。やっぱほら古代の人って貝を食べてきたからなんか通ずるもんがあるんだもんね、うんうん、無性にやっぱりそうね、サザエとかアワビとかさ、うん、そう、まあ、あと1個ぐらい回答はしないけど、うん、気になるんだったらね、視聴者の方々が自分で調べてくださいっていうようなところで、じゃあ今一番ホットなワード、自分の中で一番ホットなワード、ホットなワードなんだろうな、ホットなワード、うん、まあ、これはね、もうなんか私たち2人の間で結構出てるワードとかも非常に多くて、やっぱりもう遅いけど、もう遅いけど、まあぜひね皆さんにっていうことであれば、私からするとブロックチェーンだね。ああ、なるほどね、うん、あ、なるほど、ブロックチェーン、これをもう皆さんに調べてほしい。今もうやっと CM とかで言い始めたとこだから、やっと言い始めたところだな。そう、もうこっちはね、もう普通にさ分かってることだけど、うん、そう、でも知らない人は今はね知っておくべきワードかな。ブロックチェーンか、ブロックチェーンだな、うん、いや、ブロックチェーンいいね。そう、じゃあ NFT だな。関連してね、うん、関連して、そう、 NFT ね、うん、まあね、 NFT もね、もうね、芸能人人からね、そう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 、どんどんってやってる、うん、アートみたいな感じでみんな作ってる、見てると思うけど、そうですね、うん、まあぜひ気になる人はこの2つ、はい、
調べてください。よろしくお願いします。はい。はい。